香川 University Next Stage。時代が求める専門性の高い教育の実施、人生を豊かにする学び直しの機会の創出など、香川大学は地域の揺るぎない地の拠点として変革を続けています。香川大学ネクストステージ。このコーナーでは香川大学の今と未来を語るキーパーソンに登場していただきます。今回は10月に医学部に開設された臨床心理相談室を中心に全国的に注目を集める医学部臨床心理学科の学びにスポットを当てます。ゲストは医学部臨床心理学科心理アセスメント学教授橋本忠之先生、心理実践職能学講師長谷彩子先生、そして医学系研究科修士課程臨床心理学専攻1年の小亀美代さんです。まず橋本教授に臨床心理学科について伺います。全国の国立大学の医学部でということだと香川大学が一番最初だったんです。その背景にはいろいろな理由があるんですけれども、例えば心理職にとって念願だった、国家資格、公認心理師という国家資格が誕生しました。そのタイミングに合わせてというふうなところがありますし、あともう一つ医療の側からの要請というふうに考えると、もう現代の医療はチーム医療というのがあるんだと思います。で、多職種がそれぞれの専門性を生かして力を合わせて連携協働するという、でそういうふうな中でいろんな体の疾患を見るっていうのが医学部であり、その医療の本質だと思うんですけれども、そういうふうに病気を抱えて生きる人を支える、障害を抱えて生きることを支える、そして病気を抱えた患者さんを取り巻く家族を支えるというような、そういった幅広い意味での心のケアも必要になってきた、それは香川大学の医学部で認識をされたっていうのはとても大きな出来事だったんじゃないかなというふうに思います。そのまさに勉強の途中であるのが小亀美代さん、はい、はい、4年間大学で心理学を専攻していたんですけれども、卒業してもう一度受験をしてこちらの医学系研究科の臨床心理学専攻に入りました。私が言っていたのは、青山学院大学の教育人間科学部臨床心理学科というところになります。どちらかといえば医学ではなく教育 の、 その学問的にはその近いところで勉強していました。公認心理師っていうのは臨床心理師に比べて幅広い領域で活躍することが期待されていまして、医療、福祉、教育、司法、産業といった5領域が主に言われているんですけれども、いろいろな領域で働く上でも医療と心理のつながりっていうのがベースにあるんじゃないかなと私は考えていて、医学部の中にある、臨床心理学専攻で学ぶということはその医学的な知識を身につけるということももちろんそうですし、医療に近いところで実習であったりとか現場を見ることができるというのも大きな魅力の一つだと感じて、こちらへの進学を決めました。学部生の頃との、大きな違いとしてやっぱりその実習がすごく大きいと思っていまして、例えばその高齢者の方の施設に行った時に、認知症の方とお話を伺う機会があったんですけれども、教科書とか本とかでは認知症の方はこう同じお話を何回も繰り返すっていうことが書かれていて、私もそれを学んできましたけれど、実際にお会いして話を聞いていると、確かに同じことを何回も繰り返されてはいるけれども、今なんかちょっと違うこと語られてるとか、ちょっと今お話が広がったとか、こう実際に人に会って気づくっていう部分がすごく大きくて、そういう意味ではその大学院での学びっていうのは、実践とか臨床にすごく近いところで、いろいろな気づきを得られるっていうのが大きいところだと思います。実習を長谷先生のような教員の方がサポートされるわけですね。サポートというかどこの大学もそうですけれども、学生さんがこう実習に出る前にまずその現場の先生ときちんとお話しさせていただいて、よろしくお願いしますというようなことをですね、綿密に打ち合わせをさせていただくんですけれども、特に香川県は
こういう心理士の養成の大学が香川大学だけですので、あのいろんな医療機関のもちろんその医学部のバックアップがあってのことなんですけれども、あの大変こう心よく受け入れてくださって、であの現場の先生方がもうびっくりするぐらい丁寧にあのご指導いただいてるんですね。本当にありがたいことだなっていうふうにあの思っています。先日あの、まあ、この研究科の中にですね、臨床心理相談室というのができたというふうにニュースを伺いました。これあの地域の方に開かれたあの相談施設です。はい、であの有料の相談機関 で初回だと、3,000円、そして2回目以降は、まあ、基本2,000円というような形であの料金をいただく形にはなるんですけれども、その分しっかりとしたお部屋と時間の枠とあと担当者を決めてっていうふうに、そういうような形であのご利用いただける施設かと思います。先生はどんなふうに関わってらっしゃるんですか？私はですね、まだあの始まったばっかりなんですけれども、あの院生さんがケースをこれから持つことになると思うんですけれども、うん、あのまだ訓練生ですので、まあ、1人ずつですね、1回ごとにあの教員が全部ですね、あの逐語に起こして言葉であの文章に起こして、その文章を見ながらこの応答がどうだったとか、この時どんな気持ちだったかとかいうことをですね、丁寧に振り返るんですね。それを個人スーパービジョンと呼ぶんですけれども、あの私たち教員はそういったこう院生の一つ一つのこう面接に対してあの指導していくという、そういう立場にあります。あのお邪魔して私もちょっと驚いたんですけれども、あの可愛らしいお人形とか、こう何かゲームでもするんですかっていうような意識のセットがありましたですね。小亀さんはあれを使って実習をしていらっしゃるんですか？今はあの相談室で実際にあの子どもさんと関わらせていただくということはしていないんですけれども、作るところでは関わらせていただいていまして、その、まあ、子どもさんが来てくれた時に、例えばこうどの位置にどういうおもちゃがあったら子どもさんがこう遊びやすいかなとか、どんなおもちゃにこう興味を持ってくれるかなとか、そのドアを開けた時に楽しそうだなとか、ここで遊びたいな、こう安心できる空間っていうのは何だろうなっていうのを考えながら、院生でその部屋作りっていうのはさせていただきました。その長谷先生の講義としてその実習を受けられるようになるのはいつからなんですか？修士の2年生から、実際にケースを持たせていただくということになっているんですけれども、まあ、今この修士の1年の段階で、まあ、どれだけそのカウンセリングのスキルであったり、まあ、信頼関係をどういうふうに構築していくかっていうところが、まあ、どこまで、まあ、学んで自分のものとして身につけることができるかというところはちょっと大きく関わっているかなとは思いますけれども、大学院生の実習とかいうと、はい、例えばね、経験がまだそんなにないんじゃないかとかって、はい、まあ、一見マイナスのように感じられても仕方がないかなと思ってお話を伺ってたんですけど、長谷先生、実はそうではないそうですね。そうですね、あのやっぱりこう若い大学院生がこうあのお兄さんお姉さんみたいな形で、うん、あのすごくこう親近感を持っていただいたりとか、子どもが話しやすいっていうのはもうあの多分にあると思います。この医学部の中に新しくできた心理臨床相談室の前に、実は幸町キャンパスの教育学部のキャンパスの中にも以前からこの相談室っていうのはあったそうですね。そうなんです。まず一つあのお子さんのいろんな発達支援であったり、あとはいろんな学校に行きたくないとか、そういうふうなあの悩みを抱えられて利用されるっていうのは多いところであります。本当に不登校の小学生と中学生の数はもうどん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 増えてますし、そういったところはまず一つです。ただあのそれだけじゃなくって、いろんな成人の方でもその医療機関の方で溜まってることとか、なんか吐き出したい感情とか気持ちもあるみたいだから、カウンセリング受けてみたらっていうような形で、その理解のある主治の先生から紹介していただいてっていうようなこともありまして、面接をもう継続的にっていうふうなこともあの、はい、私は担当しています。あの初回の面接は教員が担当します、うん、だからもしかしたら長谷先生かもしれないで、私かもしれないですし、なるほど、まさにだから教壇に立ってらっしゃる先生が実践として、もうその相談室にもおいでになるんですか？そうですね、はい、あの1回目
はやっぱり教員が受けて、でその情報を整理して院生さんにこう任せていくという形になります。なるほど。院生さんがお子さんを担当したら、いろんなその情報とかその連携とかの部分ではどうしても親御さんの力が必要ですし、そもそも親御さんが悩んでいらっしゃることも多いですから、そういった時にはその教員が保護者の面接として入ることもありますし、親御さんも子どもさんも、一緒にここにお邪魔することができるっていうことですよね。ありがとうございます。それが一つの特徴でありますし、実は親子並行面接というセット割がございまして、1回の面接個人だと2000円になるんですけど、親子でお越しいただいたときは3000円というような形で。なるほど。来ていただいたら今後どんな風にやっていこうかとか、どんなペースでやっていこうかとか、あるいはちょっと医療機関にまず行っていただいた方がいいかなっていうケースでしたら、そちらをお勧めさせていただいたりとか、本当にこう気軽に来ていただいて一緒にその後のことを考えていくというような形をとっておりますので、はい。これも、医学部臨床心理学科で今年から一つ新しく始まったプロジェクトなんですけれども、まずは附属学校群にその学科の教員を派遣して、はい、そしてスクールカウンセラーとしてその具体的な支援をもう始めたところです。私は特別支援学校に行かせていただいてるんですけれども、派遣という形で実際現場に入って先生方のニーズ、親御さんのニーズ、子どもさんのニーズに合わせてそれぞれの教員がこう持ち味を生かしてさせていただいているという形ですね。あと学校において今の医療の専門家といったらその養護教諭の先生方が挙げられると思います。で香川大学は看護学科でそう養護教諭の養成もしておりますので、そういったところでまた現場でつながることができたらというふうに、そういうふうな何でしょう、まずはしっかり保健医療医学の基礎を学んで、そして教育福祉司法産業といったいろんな分野でその活躍できるようなそういった教育をしたいなというふうに思っております。21世紀はメンタルヘルスの時代だと思います。20世紀を通して医学と看護学、そして医療の発展を通して私たちは自分の体をケアする方法、大切にする方法を学んできたと思うんです。でも心はどうでしょうか。いろんなストレスがかかった時とか自分が悩んだ時とかにうまく自分に優しくする方法っていうのをまだ見つけられてないような気もするんです。それをあらゆる人が、それは疾患を抱えていても病気を抱えていても、あるいは家族のこと、友達の関係で悩んでいたとしても、自分の心を大切にして、そして元気にやっていけるような、そういうふうな心理職でいたいと思います。でそのためにはいろんな臨床を通してみんな一人一人違いますよね。そういうふうな違いをしっかりと理解をして、そしてその人に合わせた支援というのを考えていけるようになりたいなというふうに思います。でそれを最終的には医学部に臨床心理学を学科を作っていただけたわけですから、で今作ってるわけですから、研究というふうな形でより幅広く貢献できたらというふうに、そんなふうなネクストステージです。私たちが学生を育てるっていうことは地域の医療機関のあるいは福祉教育の現場の先生方たちと一緒に育てるということをですね、大切にしていきたいなというふうに思っています。一緒にこう学び合えるような、そういう、こう地域ぐるみの、大学であり学科でありたいなということを思っております。私のネクストステージはまず公認心理師、臨床心理師の資格を取得することです。クライアントさんお一人お一人が自分らしく生きていくことができるようにお手伝いできればなと思っております。もう一つ、私は今研究領域として高齢者臨床に関心を持っています。ただその実習に行くとあまり高齢者臨床では心理師が活躍していないという現状があるというふうに思いました。ですので、研究という面でも実践という面でも高齢者臨床に関わっていって心理師の活躍の場を広げていきたいと考えています。